はい、パーティーゲームがお送りするクレヨンしんちゃんオラと博士の夏休み、続きをお送りします。2日目ですね、まだ。はい、前回からね始めてみましたけども、今回はヨヨコお姉ちゃんに街をね、ぐるりと一周案内してもらうということなので、一緒に行ってみましょうかね。はいはい、お姉ちゃん。というわけで、ララコちゃんとしんのすけの、もうね、頭の中でごちゃになってどっちがどっちだったっけってね。アッソーの町探検ツアースタートです。私についておいで。うん、お、まあ古代の砦には行ってみた。古代の砦、なんかそこら辺光らなかった、気のせいかな。まあいいや、よいしょ。しんのすけ、ここは工房青空。昨日の夜本を読んでた女の人、つまり畑さんが一人でやってるんだよ。自分のところで布を作ったり、それを染めたりしてるんだ。染めるってどうやるの？それは畑さんに直接聞いてみて。うん、こんな感じか。あ、さっきキラキラ光る鬼のような虫がいたんだけど、いなくなっちゃったこの町は火曜と木曜が燃えるゴミの回収日。火曜と木曜って意外と感覚が短いんですね。パシャ。お、ダンゴムシだ。どっち行った？こっちでいいのかな？あれ？どこ行った？わかんなくなっちゃったぞ。あ、こっちか。ん？ここはカフェ&バー。ダンシングジロー。似つかわしくないんですけど。さて問題です。このお店やってる人の名前は何て言うでしょう。ヒント、お店の名前はダンシングジロー。ジローさん、なんでそうなる。ジローさんジローね。まあいっか、じゃあ次行くよ。いいんだ、まあ、子供にはあまり関係ない場所だよね。いや、これは一体何でしょう。お、音楽は聴けそうな、ね、レコードみたいな感じですね。レコードって言っても今の子供わかんないだろうけどね。実はこっちの方も行ける。あ、行けるね。ここみかな、また、うん、もしかしたらお使いでね、ここみが出てくることもあるだろうから。さっきこれ光ったよね。ああ大変だね、タイミング捕まえるの。まあ何回でも振ってね、うん、頑張って捕まえるまで振って振って振り続けてもいいかもしれませんね。僕の夏休みもね、だいたいこういうカメラ試験なんですよ。このいわゆる特定の場所まで行って、こうカメラ、なんだろう、監視カメラみたいな感じで画面が切り替わるようなシステムなんですね。だから場合によってはちょっとね、ものすごくちっちゃくキャラクターが表示されるから分かりにくい時もあります。場合によってはね。ここは食品スーパーの霧島ストア。店主は可愛い女の子。よっ、こんちは。デメデメ。オタク見慣れない顔だね。オタク、どっから来たの？正解がねえじゃねえか。埼玉県か。ずいぶん遠くから来たんだね。私はこの霧島ストアの看板娘の山田もっと、いや、まだもっとと覚えてね。野原慎之介、5歳。私は18歳。まだ18なのにこの店を一人で切り盛りしてる働き者なの。いわばこの町の物流を一手に担ってる状態だから、逆らわない方がいいわよ。
というわけで次に行くよ。ちょっとお店の中を見てみたいね。お、買い物するって出ましたね。元気そうで大変よろしい。で、何をしに来たの？お金がありません。おにぎり。ああ、恐竜カードパックがついてくるってことは何かあるんだろうな、これ。きっと。人参、人参大人気。そうですか。唐辛子、青唐辛子。いい加減にしろよ。ちなみに店にも平山食堂や忍法カレーと同じお手伝い用の掲示板があるから、よろしく。これか。ダメだ。しんのす。え？水菜か。なるほどね。これでも覚えとかにはいけないの大変ですね、ちょっと。真っ赤なポストと赤牛の宣伝看板が置いてある。これは多分、どこにもね、その、お願い事とかって書かれてないもんね。目標じゃわかんないだろうしね。これか、忍法カレー。なんて怪しい名前のお店なんでしょう。目があった。し、なかなかの切れ者と見た。名を名乗れ。うらら、野原しんのすけ。拙者は銀河に忍ぶと書いて銀河忍ぶ。カレー屋の店主。しかしそれは世を忍ぶ仮の姿。その実態は銀河流忍者の末裔である。え、今時忍者なんて流行らないし誰も知らないって。でも拙者は忍びとしての務めを忘れたことは今まで全く一度もない。生まれ落ちた産湯の中でさえ水遁の術、これが基本。さらにしても変な人だらけだな、この町は。比較的まともな新聞社。ここでカレーをいただくことができたりはするのかな。忍者は軽々しく秘密を喋ってはいけないのでござる。カレー屋さんだぞ。忍者である。もう。あ、でもここにも掲示板あるね。あ、間違えた。そっちじゃない。ふふーい。しん、ありえない。なになに。まあ、人参1本10円だったから3本買って、渡せば一応小遣い的にはお得なのか。遺跡発掘中につきと書いて、いずれ通れるようになるのかな。これは、あれ、こっちも行けそうだぞ。行けそうなとこがあったら行っちゃうよね。こことかは、どうやら扉が開きません。ああそう、あれが気になる。あれが、あ、釣りをする。魚釣りのご案内。サバ投げたらしばらく待つ。水面と音に注意して魚が食いついたら A ボタン。新しい魚が欲しければ場所と時間を変えてみる。とにかくレッツトライ。はい、レッツトライしてます。ちょっとやってみようか。じゃあ浮きが沈んだら A ボタンなのかな。あれ、本当に釣れるの。結構待たされるね。これはどこに繋がってんだ。ああ、ここか。なるほどね。いろんなルートがありますね。
あ、待った。あ、今光ったから待ったと思ったんだけど、画面が切り替えちゃったからな。浅いよ。レディを待たされるのはマナー違反よ。じゃあ一緒に歩いてよって言いたいけど、ね、さてさて、やっと新聞社まで到着です。でもどうやらララコちゃんは他に用事があるようです。ふう、やっと着いた。他の新聞社にうちのキャップとお手伝いのヨシコちゃんがいるの。ヨシコちゃんは女子大生なんだけど、なかなかの美人だよ。じゃあララコはこの辺でお家に帰るね。そろそろ見たいテレビが始まる時間なのよ。そうですか。じゃあね、楽しかったということで、イベントが一つ終わりました。さて、ここからは自由に動けるのかな。ああ、でも新聞社には顔を出したいですね。ちゃんとね。しんのすけ、こんにちは、しんのすけ。やっと来たで。お、ケチャップ。そろそろ覚えてくれないかな。おじさんもここで新聞を作ってるんだ。あっちにいるのはお手伝いのよしこくん。おや、しんのすけはいいカメラを持ってるね。あら、このカメラもらったんだぞ。これはすごいね。このカメラを使って、この新聞社の子供記者をやってみないか。しっぽー、しっぽぽぽぽー。それは記者。記者っていうのは自分の記事を書く人の、新聞の記事を書く人のことだよ。では、しんのすけが担当する新聞を新しく作ろう。名付けて、あっそう、壁新聞。よしができたらお小遣いをあげるよ。壁新聞って何？小さな新聞のことだよ。お小遣いがあれば、オラにもチョコビが買える。うん、お小遣いを食べたら買えると思うよ。しわさてと、今週の館内の清掃はこれでおしまい。来週末こそは絶対にデートを申し込むんだぞ。よしこ、積極的。オラなら今すぐでも OK だぞ。あなた誰？ほら、野原しんのすけ5歳。お姉さん、ピーマン好き？納豆にネギ入れるタイプ？お姉さん、お名前は？黒髪よしこ。私は大学生なんだけど、この新聞社でバイトしているの。しんちゃん、よろしくね。というわけで、登場したアルバイト兼編集助手のよしこお姉さん。彼女の夢は、このジリ貧の新聞社が昔のにぎわいを取り戻すこと。もし、あなたの力でこの新聞社を再び大きくすることができたら。オラの力でできたら。お姉さん、あなたとデートしてあげるわ。人生初デートの予行練習。というわけで、しんのすけの夏休みの目標はよしこお姉さんとデートすることまさかのになりました。なったんだ。でもアルバイトのよしこお姉さんが会社の心配をするなんて、なんだか不思議な感じです。うん、麻生の酸素、シソか。家庭菜園で増えたものが至る所に生えている。インカレや畑の近くでよく見かける。コゴミ、イズナ、キキゴ、ヤマモモ、いろいろありますね。覚えられん、そんなに。まあ、山荘ね、至る所で見つかるようですから、見つけたら拾っておきたいですね。赤くて綺麗なサルビアの花が咲いている。おっと、そうこうしてるうちにスタミナがもう結構やばいですね。少し寝たら回復するとかないのかな。食べ物でしか回復できないんじゃ、ちょっとね一日でできることが少ない。キークの実が立ってる。食べれるんだったっけ。わからないから食べないでよ。こうですね、野生の食べ物はね、知識がある人しか食べちゃいけませんよ。
試しに、あ、待って、まず絵に描いてみようか。ダンゴムシ。おいしそう。インポーカレー。焼かない不思議な扉。新聞社。重要なことですからね。大きくしたらデートしてもらえるのは目標なんだから。さて、あ、そうそう、違う違う、食べ物を食べてみようって話でしたね。おやつをパリパリ。お、思ったより回復した。おやおや、ここに歯医者さんの看板が。本当だ。しんのすけは歯医者さんが大嫌い、怖くてここを通れない。え？どういう理由よ。見なきゃいいでしょ。そっか。ちょ、それでもさ、ずっと通れないことにならない？大丈夫？もうまずね、ルートをどこをどう行ったらどこに繋がってんのかとかね、よく見ながら覚えておかんと、ほんまにね、わけわからなくなるのでね。どうやらミサイさんは何か不思議な現象に遭遇しているようですよ。ん？お前、顔に色目のある人がいるんだよね。思わず何度も顔見ちゃった。うん。うわ、もう夕方になっちゃったよ。早いな。ちょっと、もうちょっとだけ釣りをしたいかな。釣り。あ、ちょっと待って。待ってよ。釣りをするんだから、だったらどこだっけ。その下から降りていかなきゃいけないのか。これちなみにですね、サブ画面の X ボタンで設定が開けるんですけど、時間の進む速さをここで変えることができます。うん。もっとね、一日じっくり遊びたいんだったら、のんびりにした方が、いいかもしれませんね。今はとりあえず、普通でちょっとやってみてますけどね。でも普通でやってて、今、どれぐらい？ 10 分ぐらいかなぁ。あ、待って。10分か15分ぐらいかなぁ。まあ、イベントもあったからですけども、カマキリかな、今のは。釣りをしてみよう。はい。いやぁ、ちょっと待って、ここだと浮きが見えにくい。ダメだな、俺の我慢。待って、竿を変える。竿を変える。と。絶対ここはリールじゃない方がいいよ。普通に手竿でいいでしょ。多分。なんかダメそうだな。結構待って、今。どうなんだろうな。今なんかキラキラしてたけど。あ、すげえ、牛さんのところに来れた。牛がたくさんいて、もう大変。どうやらここは通れません。あ、通せんぼしてるのね。もういろいろと通せんぼしてますな。イエーイ、取れた？よっしゃ。あ、もう一丁か。あ、違う。なんか今、キラーンと光ったおにゅうな虫がいたような気がしたんだけど。おかしいな、本当に食いつかないな。なんか間違えてんのかな。あ、待って、そこ。あー、届くか届かぬかがよくわからんな。ん？あ、ね、距離感が全然わかんないんですよね。手前なのか奥なのかもわかんない。あ、取れた。トンボ、赤トンボかな。あ、もう夕方、終わった。どうやらシロが迎えに来てくれたようです。いただ
きます。あ、カレーだ本当に。いただきます。これ緑色の器なんだ。あら、新聞記者になったぞ。お仕事の邪魔になってないかしら。気にしない気にしない。しんのすけが持ってる不思議なカメラを使って見つけたニュースをどんどん僕社に教えてほしい。しんのすけが担当する新しい新聞は名付けて「あっそう壁新聞」。期待してるからね、しんのすけくん。お、すげえ、初日と違うグラフィックが。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。カレー美味しかったね。ありがとう。駅前のカレー屋さんには行ってみた。父ちゃんさんに変なおじさんだったぞ。基本的にいい人なんだけど、個性的すぎるのよね。ちょっとセリフが違う。夜は外に出ちゃダメよ。ふえまた泣いてるし。今夜ヨヨコちゃんが見ているドラマは愛の遊覧飛行。あ、とかで聞いたことある気がするな。一体気になるよね。見ればいい。ヨヨコは10回ローンで買った地上波大量40インチテレビ。でかい。いいな。高く飛ぶことは危ないはずだ。あ、そこお水出るから。そういえば汚れたスニーカーが片方だけ置いてある。誰のスニーカーなのかな。同じことをすると今度はもっと高く高く舞い上がり、隣の大陸の海の有名な水道橋があるんだよ。白く光るのが見えました。彼はそこで気を失って落ちたのです。一緒に聞いてくれるんだね。高い空は空気が薄く飛ぶには危ない場所でした。成層圏の雷雲を通り抜け落ちてきた。これあれだね、最初から聞かないと分かんないで。見えませんでした。だけの話だけど、キャップさんって知ってる？隣の大陸だったのです。知ってるよ、もちろん。原っぱに雷に打たれた朽木が立っていて。ああ、一応ここら辺は来ても怒られないんだ。お、これホタルじゃない？ホタル、ホタル。取れた。絶対あんなブン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 してたら普通逃げられるんですけどね。あそこはね。まあ別にこれたくさん捕まえてもいいんでしょ。あ、アゲハチョウだ。実は夜の方が釣れるとかないかな。まあ浮きが動いたね。来た。イエーイ。あんだけやって全くピクリともせんかったのに今全然普通に釣れるね。おかしいな。やっぱりピクリともわからなかった。まあ、ポイントがあるんだろうな、きっと。釣りやすいポイントというか、どうなんというかね。多分こっちの方に行こうとしたら怒られるかな、さすがに。そうでもない。普通に来れた。なんか怪しいお兄さんがいるぞ。そう思いながら、しんのすけは思い切って自己紹介してみました。なんだ、一郎の家の隣に居候したのだ。俺はジロー。キッチンとかラーメン屋は無関係だよな。よろしくないジロー。店がすぐ隣だから、いつも夜になると僕にお邪魔してるんだよ。今日ジュースもあるからもらえたりしないかね。
意外と遠くに行っても何も言われない。おーい。あらら、言われた。あ、そして日記を書く。最後に必ず日記をちゃんと書くっていうのがね、日課なわけですね。顔に見覚えがあるらしい。ひなかまき。虫がたくさんで通れない。七星テントウ、ベントンボ。カレー。愛の遊覧飛行。5歳で飛行の日って書けるんだ、漢字が。キリス、ホタル、ヤマメ。そういえばヤマメどっかで、あれだね、お手伝いであげれるってがあったね。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。夏休みらしく、ほっとりのんびりとした感じですね。少しずつできることが増えていくというかね。はい。そんなんでいいんじゃないかと思いますけどね。本来の僕の夏シリーズというのは時間に追われて遊ぶようなゲームじゃないですから。今日から朝の体操にダラコちゃんが加わります。はい、増えていくのかな、どんどん。じゃあ素晴らしい今日が来た。ちなみにスキップできません。みんなで体操深呼吸、ぐるりと回って1、2、3。どうせなら皆さんも一緒にやったらいいと思います。ね、スキップできないんだし、どうせ。ではいただきます。いただきます。あのサラダはあれかね、真ん中アボカドかね。さてと。ごめんなさい、パパパっていっちゃいますね。あ、もうさらっと次の日が始まりましたね。はい、じゃあ今回のパートここまでにします。まあね、少しずつ一応エピソードに関してはね、こういう風にね進んではいるみたいなんでね、まあいろいろといろんなところをね歩いていきながら、巡っていきながらですね、できることを増やしていけたらいいんじゃないかと思いますけどね。はい、のんびり引き続きお送りしてみたいと思います。はい、ということでこのパートはここで終了します。クレヨンしんちゃん、オラと博士の夏休みのプレイ動画、次のパートに進みます。